続いてはこちら76回。これ何かと言いますと、先月17日県内で最大震度6弱を観測した豊後水道の地震から、昨日午後3時までに観測した震度1以上の地震の回数なんですね。地震から17日で1ヶ月、今週は防災を考える1週間として、毎日防災一口メモを紹介していきます。今日はこちら、地震の初動についてです。まずは緊急地震速報です。先月の地震でも緊急地震速報が鳴ってびっくりしましたよね。驚きましたよね。緊急地震速報は震度4以上の揺れなどが予想される地域に発表されまして、強い揺れへの備えを呼びかけるものです。震源に近い場所だった場合、今回で言うと南予では緊急地震速報より前に揺れを感じた場所もありますけれども、中予では緊急地震速報から5秒から10秒ほど経って揺れを感じました。この揺れまでの時間にどう備えるかが自分の命を守る大きなポイントとなります。その行動はこちら3つです。姿勢を低くする、頭を守る、揺れが収まるまでじっとする、つまり動かないということですね。そして揺れが収まったらということなんですけれども、周囲の状況や火の元を確認して安全な場所へと避難するようにしてください。その時揺れでガラスが割れているかもしれません。足元への注意、また屋外では瓦や看板、ブロック塀などの落下や倒壊にも注意が必要です。そして揺れからおよそ3分後に発表されるのが津波があるかないかなんですね。津波警報や津波注意報が発表されたら、海や川の河口付近にいる場合はすぐに離れてより高いところに逃げましょう。地震が起きたところが陸に近いと津波警報が間に合わず津波の方が早く来ることもあります。ですので海の近くで強い揺れを感じたら、津波のあるなしに関わらず、あるなしが発表される前に避難を始めるようにしてください。今日は地震の初動をおさらいしました。いざという時に少しでも冷静に行動できるよう、日頃からのイメージトレーニングが大切です。